足をすって足をすり足っていう足をね書く方なんですが、そういうあとは包丁というような勇壮な提灯を持って振り回すというね踊りと、あとは農機町という流派が南越谷で大きく3つを、ですからあの今までをご覧いただく中で、これはいろいろ流派なのかなとご覧になると、また一味面白い流派になるかなと思います。はい、では次の構成チーム、はい、スタンバイしてください。南越谷の阿波踊りは今年の8月で34年目を迎えました。来年は35年の節目があって、もうすでに今から準備が始まっております。ですから例年よりもまた一つ趣向を凝らした、また35周年記念の特別チームが結成されてね、今もうすでに練習が始まっております。はい、今度は構成チームということで、先ほど佐々木町チームの前の人数さんが増えてまいりますね。で前にこの高割行事をこれちょっとご覧ください。これは今日参加している、連の提灯になります。もうちょっと端っこ、もうちょっと端っこで、まあ、はい、かなり大勢の人数になりましたでしょ。今日は今瀬名ちゃんが4連ですね。で、これから構成チームの方が13連混じってます。ですから衣装をよくご覧になってください。でそれぞれの連の衣装、特徴のある衣装をご覧いただけるかなと思います。はい、ではお話をなんですので、早速私チームの踊りをご覧いただこうと思います。はい、ではどうぞよろしくお願いします。Thank you.
本能の入り、ね、いろんな衣装が広がってね、綺麗ですよね。Thank you.